1987年の南海ホークスでは、1987年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、杉浦正監督の2年目のシーズンである。杉浦監督2年目のチームは打線を大幅に、刷新して1番に、佐々木誠を2番に、う上谷博といった若手を起用して、シーズンが開幕。 チームは春先不振の前年とは違い4月を勝ち越し、スタートで終えると、多少の波はあったものの8月までは、首位の西部に6.5ゲーム差で食らいつき、あわや2位かと期待された。しかし9月に7勝12敗と負け越して、以降等だともに息切れし、最終的には日本ハムに抜かれて4位に終わった。打撃陣は佐々木、湯上みの若手1.2番コンビが打ちまくって、チームに貢献し、 炎熟期の山本和則や18年目の角田、広光もそれなりの成績を残し、この年巨人から遺跡の加藤英二が2000本安打を達成する明るい話題もあったが132、本類だはリーグ4位、123失策はリーグ最下位。投手陣では藤本修二が自己最高の15勝を挙げ、両山内もそれなりの成績を収めチーム防御率は3.86、と、 まずまずだった。シーズン終了後、加藤が迷宮会入りをおめ上げに引退した。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では、シーズン開幕後の入り対談について記述する。ありがとうございます。